こんにちは、山田です。今日はですね、50代のおすすめの職務経歴書の書き方というテーマでお話ししたいと思います。このチャンネルは企業で営業を20年、人事で人材育成を10年担当し、57歳で早期退職をしました。キャリアコンサルタントで工藤という武道もしております昭和40年男が、セカンドライフやセルフチャレンジについての情報を発信していきます。役に立つなと思ったらチャンネル登録をお願いします。50代で職務経歴書を書いてみようということなんですが、これは今すぐ転職するというようなことではなくて、自分自身の能力の棚卸しと見える化ですね、可視化っていうふうに言い方もできるかと思うんですが、分かるようにするという目的で書いてみるということになります。履歴書と職務経歴書の違いなんですが、履歴書はどちらかというとフォームが決まっていて書くことも決まっているわけですけども、職務経歴書はどちらかというとフリーで自分の業務経験であるとか強みっていうものをアピールできる内容になってます。ですので特に今回は提出するというわけではないんでね、自分自身の確認というところなので、より自由に書いていただけるのではないかなというふうに思います。職務経歴書は大きく2種類ありますと言われていまして、変年体方式と言われるもの、これはもう年度順にですね、何年入社してっていう形で順番に年度を追って書いていく形式です。でもう一個はですね、逆変年体方式ということで、今を起点に書いていく、過去はこうでしたというふうに書いていくわけなんですが、僕は今回はですね、この逆変年体方式をおすすめします。なぜならばですね、今自分がこんな風に出来上がりましたっていうことは、こういう過去の経験がありますよということですね。ここがつながっていくと今後も見やすくなるのかなというふうに思います。そして職務経歴書のいいところはですね、経験をベースに書けますので、よく自分はね、資格なんかないから何も書くことないんだよっていうふうにおっしゃる方いますけれども、逆に資格以外のことをね、アピールできるフォーマットなんで、そういう方ですね、資格がないっていうふうに悩んでいる方はぜひ活用していただければなというふうに思います。そして書くときのポイントなんですけどもね、経験を分かりやすく伝えるという意味では、スターの誠意っていうのがあるので、それを活用していただければいいのかなというふうに思います。スターというのはですね、それぞれ頭文字がありますと、 S はですね、シチュエーション、状況ですと、どんな状況でっていうところですね。そして T はタスクです、仕事っていうことですね。どんな状況でどんな仕事、どんな課題というような捉え方もあっていいかと思いますけどもね。そして A はアクション、それに対してどんな行動を起こして、 R はリザルト、結果、どんな結果が得られましたかということなんですけれども、このポイントでですね、ご自身が経験した、特に会社に貢献したことであるとかね、大きな問題を解決したっていうことをですね、整理するとご自身の発揮した能力というのが見えてくるというふうに思いますね。そしてそれがご自身のベースとなって、次にどんなふうに役立っていったかっていうところがですね、逆変年体で書いてるんで、つながっていくと非常に分かりやすくご自身の能力が伝えられるんではないかなというふうに思いますし、ご自身の整理にもなるのかなというふうに思います。そしてこの整理が分かりやすければ分かりやすいほど、見る人にとったら、あ、この人はこういうことができる人なんだっていうふうに伝わりますということですね。ある意味資格以上にアピールするポイントになると思いますし、ご自身が、あ、自分っていうのはこういうことができてきたんだなっていうところが分かるというふうに思います。ここでぜひぜひ伝えていただきたいポイントっていうのは、どんな工夫をしたかっていうことなんですね。当然、企業に入ると企業の中での制約条件ってあるわけなので、そうは言ってもという世界の中でね、苦労してきて結果を出していくっていうことも経験されてると思うんですね。まさにその工夫こそが能力ですし、50代ではこの工夫する能力がさらに高まると言われているんですね。だからこそできればですね、今までの経験と加えて、今ご自身が何かを取り組んでいることですね、現在進行形で何かをやっていること、それも加えていければですね、今後どのような工夫をして能力を発揮していく可能性があるかというところもね、見えてくるということになりますので、経験をベースにしたね、強み、それから将来というところはですね、整理できていいのではないかなというふうに思います。ぜひですね、お時間のあるときに書いてみて、ご自身のね、能力というものにね、気づいていただければなというふうに思います。ちなみにですね、僕は
営業時代にですね、美味しくても必ずしも売れるわけではないということに気がつきました。